はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今回もいつもコラボを支援させていただいている吉田隆先生と水野昌司先生をお招きして、やっていきたいと思います。で、今回のテーマはですね、私の大好きな大好きな作文指導なんですね。で、この作文指導についてですね、この、吉田先生、水野先生からお話を伺ったっていうことは多分あまりないと思うので、今回すごい楽しみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の方からですね、いくつかこう、質問をしていきますので、それにお答えいただきたいなと思います。でまず一つ目なんですけれども、はい、まあ、いろいろな作文の実践というものがあるんですけども、その作文の中で、指導の中でですね、これはぜひ追試すべきだって一押しの実践を紹介していただいて、聞きたいと思います。で、まあちょっと軽くその内容とその理由も教えていただけると嬉しいですね。じゃあ水野先生からお願いします。はい。私は鉛筆対談です。知ってます？鉛筆対談。もちろん。もちろん。はい。若い人じゃないですか。はい。若い人はね、ご存知ないでしょう。あ、やり方説明しますね。一ペアを作って、二人に一枚原稿用紙を配ります。そして、じゃんけんして、どっちかから書き始めるんですね。例えば A 君から書き始める。今日は暑いなとかってね。一言書いたら、隣に、ペアの子にバトンタッチします。原稿用紙を。たら、今度 B さんの方で、本当に暑かったわね、30度超えよとかって書いて、またバックします。そういうふうに、会話のやり取りを原稿用紙上で行うというのが鉛筆対談ですね。必ずやってました。ああ、これは、どんな力が期待されるんですかね、作文の。これ、書くことに抵抗なくなりますね。おしゃべりと同じなんで、誰でも書けるっていうか。そして二人共同で原稿用紙一枚書き切る。二枚三枚になってもいいんですけどね。いくらでも書けるのは、もう書けるっていう成功体験をね、先にもう全員に、経験させるっていう実践ですね。じゃあ割とこう年度の早い時期に実践すると書くことに対する抵抗がなくなるみたいな良さがありますよね。そうですね。4月とかに、今度の担任の先生とかっていうタイトル、おしゃべりテーマで、今度の先生どう思うとかって、ちょっと年いってるわね。後で読むのは怖い感じですけどね。まあ何でもいいんですけどね。はい。そっか。僕も何回もやったことあるんですけども、まあ盛り上がりますよね。はい。はい。鉛筆対談。なんかリレー作文っていうふうに言う人もいる、ね。そうですね、うん。はい。ぜひこれね、皆さんも追試してみてください。ありがとうございました。じゃあ、吉田先生のおすすめ実践お願いします。ですね、今回は作文ということで、こういうものを準備しました。卒業文集。これね、奇跡的なんですけども、卒業文集って普通ね、卒業アルバムにくっつけて、決まったページ数で決まった内容で作るじゃないですか。私はね、大体4学級だとか5学級のところでね、担任してましたので、大体それに従ってたんですけども、たった1回だけね、奇跡的な学年主任にあって、クラスごとに編集したいんだと。それいいんじゃないということでね、ちょっと見せてもらう。こんなに分厚いのを作りました。そうですね。これは1年間私がね、作文を子供たちに書き溜めさせたものを、から自分がね、掲載したいものを3つ選びなさいと。そして編集委員会っていうのを立ち上げて、子供たちに編集委員を作って、こう書かしたものなんですよね。ですね。編集後期にこう書いてありますね。しゃべくりまくってノリ付けする順番を間違えたり、文章を書くだけでなく編集した思い出も残ってとても嬉しいなんていうふうに編集してる子が書いてるんですけども、こういうものを作りました。この中からね、皆さんにお勧めしたいのを一つね、紹介したいと。これは初期の補足化シリーズに載ってたんですけれども、寝て起きたらという書き出しで書きなさいという作文ですね。ちょっと一部紹介しますね。寝て起きたら魚になっていた。寝て起きたら魚になっていた。友達の〇〇くんもなっていた。食べるものがなくなって困っているとミミズがいた。一口食べるととても美味しかった。
二口ミックスで亡くなってしまった。その時だ。まるまる君が捕まってしまった。こんな感じですね。もう一つ行きましょうね。寝て起きたら台風になっていた。寝て起きたら台風になっていた。真下は海だ。怖い。おまけにぐるぐる回っているのでゲロが出そうだ。さて、回るのに慣れてきた。しかし、回っているだけではつまらないので、日本を直撃してやろうと思ったと。こういう感じですね。子供たちがノリノリで書きましたね。これ、あの当時、自学やったんですけども、1ヶ月間ぐらいは、もう自学のメインテーマでしたね。で、この作文のね、価値なんですけどもね、書くことの抵抗をなくすときに、この面白いね、テーマからもう一歩踏み込んだ書き出しを与えると、こんだけ変わるんだと。いうことで、私も非常に印象に残ってる作文ですね。はい。ありがとうございました。それにしてもあれですね、その文集もう一回見せてください。はい。分厚いですね。分厚いですね。はい、で、45人学級でしたからね。そういうこともあって分厚いんですね。そうですね。でも僕が今お話聞いてて、ちょっと驚いたのは、その、今まで書き溜めたものの中から3つ選ばせるっていうのは、その要するにかなり書き溜めてきたんじゃないかなっていうことなんですけど、想像されたんですけども、大体年間どのくらい子供たち書いてたんですか？あの当時は多い子で200枚、原稿400字詰めね、はい。少ない子でも100枚程度は書いてましたね。あれはね、野口先生の教えでね、そのもう日頃から文を書かせろということで書かせていました。そして、まあ、そういう書かせる中でね、一文を短くだとか、接続詞は使うなだとか、形容詞は最小限にといった、あのね、文章の書き方の基本をね、繰り返し繰り返し教えてた覚えがありますね。今の吉田先生もいかがですか？はい、作文ね、朝起きたら何々になってたってのは懐かしいですね。やったと思います。ちょっと記憶が薄れてるけど。カフカですね、返信。そうですね、はい。朝起きたら毒虫になっていたでしたね、カフカはね。はい、はい。そう、それいろいろ応用してできるんですよね。朝起きたらいろんなものに なれるってね。いわゆるもしも作文っていうふうにもね。そうそうそう、もしも作文。はいはい、そうでした。はい、いや、ありがとうございます。これもぜひ追試してほしいですね、若林先生ね。子供が作文好きになりますよね、これでね。はい、じゃあ次の質問いかせてください。ですね、次はですね、ご自分の作文実践で、これ今回はじゃあオリジナルということで、オリジナルで代表的なものを教えてください。代表的なものですね。今度は吉田先生からお願いします。ですね、オリジナルって言われると辛いんですけどね、やっぱり盛んに書かせていたのは討論の後のね、討論をした後に自分の考えを書くというのをしていました。ですからこれオリジナルかって言われると、大森治先生だとかね、それから向山義哲が先行してましたので、そういったことを書かせてましたね。これもね、ちょっとこの中から比較的短いのを拾い上げるとですね、清風号の遭難っていう教材がかつてあったんですけども、短いね、ファンタジックな文、物語やったんですけども、ちょっと紹介しますね。主題は何か。私はこの清風号の遭難という話は今までの自分を見つめ直すということが主題だと思います。今までの自分、つまりまだ少年の頃は自分がヨットの操縦にかけては誰よりうまいと自分にうぬぼれていたのです。と、まあ、こんな書き出しから始まるような、こういう形ですね。これ社会科なんかでも盛んに書かせましたね。はい。授業の中で書かせる文章っていうのもやっぱりその作文なんだという捉え方をすると日常的に作文指導が展開できる良さがありますよね。日常的に書いてないと力つきませんので ね、うん、今の若い先生ってどうなんですかね。たくさんというかどのくらい作文ということを授業中に書かせてるんでしょう ね。そこちょっと興味ありますね。そうですね。吉田先生現場にで時々見ててどうですか？見てて国語の教材文だけという感じがしますね。それ以外はね、おそらくね、進度に遅れないように授業をするので精一杯っていう感じですね。それだけにね、国語の作文教材っていうのは、教科書の作文教材っていうのは非常に重要だと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ水野先生、オリジナル実践を教えてください。はい、
私もね、もう教室にこう山のようにね、印刷した原稿用紙、もう分厚く置いてまして、なんかあったら私がそれに手を伸ばして、こう人数分取るんですよ。そして、その時は無言です。一言も喋らずに、一列ずつこう配っていくんですよね。バサッバサッバサッと。そうすると子供たちはもうわかるんですよね。ああ、作文書くんだなっていう。まあ嫌な顔はしません。もう全然慣れてますからね。何かあったらっていうのは、何でもいいんです。例えばなんか休み時間に大事件起こしちゃった後とかだったら、普通指導入れるところを私は原稿用紙を配るんですね。無言で。あるいは、まあ、オリンピックがあった後とかね、配って、黒板にオリンピックについて。でだけ、板書だけして、無言です。まだ無言です、うん。書きなさい。この一言だけですね。それで始まるっていうような感じです。で、ある時はですね、今私の背景に、これ私の下手くその板書なんですけど、教室入った瞬間に、黒板に向かってまた無言で書くんですね。これサラ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 って。大事な瞬間から書いている10点とかね。鍵括弧を使っている10点。動きを入れている10点。写真のような文がある10点。心の中のことがわかる。一文が短い。そしてって使ってたらマイナス5点。すごいとかすごくを使っててもマイナス5点。とてもとかとってももマイナス5点。一文が長いのはマイナス10点っていうふうに。これも無言でここまで書いて、テーマを与えて、テーマはね、必ず板書、これ右側にね、板書してたと思うんですけどね。うん、これテーマ揺らいだらダメですからね。必ず見返しができるように板書して、書きなさいの一言だけですね。そうすると、もう書くことなくなった子は持ってきますよね。で、私この評価基準で点数つけますから、30点とかって赤で書いてやって戻すんですよね。戻された子は30点ですから、また書き足してこないといけないんです。これ100点になるまで。まあ、名前つけるとしたら満点作文みたいな感じですかね。で、この評価基準、また2回目もやると、もう子供慣れてきますからね。100点狙えるポイントが分かってきますからね。ところが3回目ぐらいの時に、1項目、評価基準、新しいのを加えたりするんですよね。それも説明せずに突然加えたりするから、なかなか100点取れない。先生、100点じゃないのって言ったら、よく見なとかって、新しい基準が入ってるとかってなって。だから、ちゃんと子供も新しい基準とかにも慣れていくっていうかね、うん。そういうような感じで年間通してやってましたね。はい、超面白いですね。やっぱりその個別評定が入らないと作文って力つかないですよね。そうです。で、早く終わった子を出しちゃったらダメなんですよ。それ以上を目指すようなシステムも必要ですね。何気なく評価基準が増えたり。そう。水野先生は淡々とっていうか何も言わずに板書だけするしみたいな。はい、なんか空気感が伝わってきますね、こっちね。緊張感絶対必要ですね、作文の時に。で、私立つ位置も、教室、これ、板書し終わったら教室の一番後ろで立ってるんです。うわ、怖っ。シーンとしてます。これはですね、水野先生、なかなかハードル高いですよ。これはね、日常的に普段の授業の中からね、じゃあ A と B について議論します。はい、考えをノートに書きなさいと。じゃあ書いたことを読んでもらいます。はい。じゃあ意見は自由にだとかね。授業の中で日常的に筋道立てて書いたりとかね。死者だとか、そういうことをやってないと、今のね、私が見る限りの子供たちね、そこまでやれるクラスでどれだけあるかなって思いますね。はい。多分あれですね、この授業に入るまでに、何かこう、やっぱり指導が当然あると思うんですけど、これ、若い先生がいきなりやったら火傷しますね。そうですか。そうでもないですか。大丈夫ですか。いや、意味がわからないって言い出しますね、きっとね。だからね、日常指導の延長上ですね。次行きますね。ちょっと長くなっちゃうんですけどね。それじゃあ3つ目の質問をさせてください。教科書作文単元ありますね。まあ結構1単元量的には時間的にも10時間近くあると思うんですけども。まあ、ここどんな風に指導されてきたかということをお聞きしたいと思います。じゃあ、水野先生からお願いします。はい。これはもうシンプルに、必ず
例としての作文が出てますよね、教科書に。で、その作文には、その文章のポイント、なぜこの、作文が教科書に乗っかってるのかっていうポイントが必ずありますか。例えば、始め、中、終わりの構造になってるとかね。あるいは、まずとか、次にとかっていう接続詞を使う構造になってるんですかね。そういう、構造を読み取らせる、読解から始めますね。必ず読解から。作文を書くんじゃなくてね。その文章の構造が分かるようになったら、それと同じ構造で真似して書かせるっていう感じになりますね。うん、例えば、説明文が多いと思うんですよね。作文教材にね。説明文だったら、その事実を書かないといけませんよね。そういうような、意見と感想を分けるみたいなのとかね、高学年になると出てきますよね。そういう、ポイントを、こう真似して書くっていうのが後半にやってくるっていう感じですね。やっぱりモデルになる作文を真似して書かせるっていうのが基本形ですよね。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ吉田先生いかがですか。私も全く同じですね。研修以来作文で頼まれてもね、教科書のまず例文を読ませてくださいと。読ませればどのような文章を書くのかがわかりますよと。それでその例文をそっくりそのままね、真似て書かせてくださいと。結局ね、いい文章が書けると言いますかね、文章って何らかのね、必要性があって書くものなので、そういう状況に合わせて様々な文型を使い分けることができるっていうのがね、将来重要だと思うんですよね。ですから教科書それを考えてバランスよく配置してあるので、私はとにかくね、教科書の例文を読んで、それを真似て書くと、こういう指導ですね。やっぱり作文指導って、そのモデルになる作文がなかったら指導ができないんですよね、結局ね。ですから教科書の手本を使うというのはいいと思うんですけども。じゃあ、ありがとうございました。で、今回私がその教科書作文単元を2時間で攻略するっていうものをですね、教材として作ったんですね。今、盛んに YouTube でも宣伝させていただいてるんですけども、まあ、どんなものか、ちょっと今からお見せする形でいいでしょうかね。ちょっとお見せしますね。はい、じゃあ、画面共有します。見えますか？見えますか？はい、見えます。はい。まあ、これは3年生の、なんだっけ、姿を変える大豆っていう単元の後に出てくる、まあ、似たような作文を交わせる単元なんですけども、概して教科書のその、モデル作文がですね、結構高級なんですよね。最近いくらか、楽なものになってきてますけども、まあその学年のレベルとしては結構高いので、もう本当に骨組みだけに分解して、余計なところを削ぎ落として、もうできるだけリライトした作文をまず最初提示するようにしてあるワークなんですね。で、1枚目はこれを読んで、先ほど吉田先生おっしゃったように読んで、そしてこれを試写するっていうステップです。で、写すことで、この作文の型をね、子供たちが体に入れることができるんですね。で、それを元にして、先ほど水野先生おっしゃったのと同じで、今度は未完成の作文を1枚目に試写した型に合わせて、完成させるという段階に入ります。まあ、これが回答例ですけどね、こんな風になります。そして3枚目が今度は、まあ、題材テーマはこちらで与えるわけですけども、それを選ばせながら、まあ、ワークによっては、選ばないものもあるんですけども、1枚目、2枚目と同じ型でもう1回書いていくという、今度は自分の力で書いていくというステップになっているワークなんです。はい。で、これをですね、今日お二人の先生方にも見ていただいたんですね。で、その感想を、一番恐ろしい時間なんですが、感想を述べていただくという、ことをやってみたいと思います。はい、じゃあ、吉田先生、お願いします。いやね、素晴らしいと思いますよ。実はね、姿を変える大豆。これね、私の動画にもありますし、私がね、作文についての研修会をするときに一番題材として取り上げるものです。やり方としてはほぼ同じですね。ね、多くの失敗はどこから始まるかというと、その姿を変えるお米って先生、まず決めてありましたよね。ここを子供に自由に選ばせるんですね。そしてご存知かと思うんですが、この姿を変えるシリーズの絵本ってあるんです、たくさん。これをね、
子供たちに当てがって一人ずつ調べてってやると、結局ね、そこがうまくいかない。本によってはね、非常に難しいものがあったりして、うまく取材ができないんですよね。ですから素晴らしいのはその取材の部分もうまく噛み砕いてあってね、例えばさっきさつまいもありましたよね。煮たりとか焼いたりとかね。あそこまでね、進めてあると、作文を、つまり文章にするところに力が注げるし、先生も指導が入るんですよね。本当にね、その一番国語の僕作文で問題だなと思うのは、今のような型を与えるのには賛成なんですけど、取材場面をね、全部子供に任しちゃう設定になってると。これだとね、もうテーマを見つけられない子がもう右往左往しちゃって、作文を書く頃にヘロヘロになるんですよね。そして先生自身もね、すべての題材頭に入ってるわけじゃないですから、指導がまた難しくなるんですよね。そういう点で、これは素晴らしいと思いますね。あえて言えば私は試写の段階まではいらないかなと思いますね。それはまあ、指導する先生が選べばいいことじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。いや、嬉しいな。ドキドキしました。はい、じゃあ、吉田先生じゃない、ごめんなさい。水野先生、お願いします。はい、すぐ授業したくなりましたね、これ見て。もう、例えば作文メモ、メモが面白いですよね。うん、姿1とかって、丸1って書いてますよね。じゃあ、この例題のね、例文っていうかね、お手本の作文の丸1はどこですかって番号書いてごらんとかね。うん、やっぱり写すときに、前に、授業したくなるんですよ。読解させたくなるんですよ。丸一どこか、はい、で、紙に書いて、プリントに書いて持ってきなさいとかって。これ意外と引っかかりますよね。最初の一文、出だしの文って丸一じゃないですよね。姿一じゃないですよね。そうですね。まずの上が丸一ですよね。うん、次にが丸二で、さらにが丸三ですよね。この構造をちゃんと読解してないと、試写するときが、機械的な試写になっちゃうんで。やっぱり授業したくなりますね、読解の。あるいは、いろいろな姿って何種類とか、なんか発問をね、やりたくなるんですよ。で、ちょっとやりとりした後で、残りの時間、授業時間考えて、じゃあ、写しなさいってやると、シーンとなってね、すごいしっとりした雰囲気になって、授業終わるんじゃないかなってね、すぐ分かりました。だから授業してみたいなって思いました。はい。二人の先生方にとてもよく褒めていただきました。ありがとうございました。この教材ですけども、私の村野さとし教材開発ショップというところにですね、概要欄に貼っておきますけど、そこから、入手することができますので、ぜひ、手に取っていただけると嬉しいです。ぜひ活用してみてください。子供たちもすごく集中して、で、短い時間ですけどね、作文の力がつくと思います。で、10時間近くの作文単元を、まあ、2時間で終わるので、残りの8時間を使って、まあ、その作文の型を習熟させる、他のテーマで習熟させていくと、本当の子供の力になっていくと思いますので、ぜひご活用ください。どうもありがとうございます。型をね、与えることによってね、本当に作文嫌いだとか苦手な子がね、随分と喜んで書くようになるんですよね。逆にね、自由に書きなさいっていうことほど子供にとって辛いことがな、ね、はないので、そのあたりね、なかなか若い先生って経験積んでないのでね、このドリル使いながらこうマスターしてほしいなというふうに思いましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教師力向上のお役に立てば幸いです。水野先生、村野先生とのコラボ、これからもどんどんやっていきたいと思います。どうぞお楽しみにしておいてください。